練習中のサンパルオーケストラサンパルオーケストラは、広島県福山市沼熊町に本拠地を置くアマチュアオーケストラ。毎年 NHK 公共楽団などからプロ奏者を招いてサンパルミュージックトレーニングを開催している。福山市沼熊サンパル広島県福山市沼熊町、草深1890番地4 a b c サンパル20歳世代つなぐ音色沼熊で、記念演奏会中国新聞長官福山、おさん2008年8月25日音楽が好き、ひたむき20年沼熊の愛好家管演楽団、20日に、記念演奏初心者の熱意調も支援中国新聞長官東、千九百1 9 9 8年12月18日、ンゴ、ピックアッププロの指導音色、 美しく、沼熊への競争者招き、サマートレーニング小中高校生ら200人、参加中国長官ビンゴ、サウツし、優先999年か、4月ーク識、プロの技術みっちり府中高茂之中生徒70人か、音楽トレピックや、ま、産業新聞長官ビンゴ1の中古半32ページ、2005年か、4月2月日、AB 感動若千青沼熊、 サンパルオーケストラ協定期演奏会本番へ、最終調整幅広い分野の10曲披露。山陽新聞長官ピンコ1の15半36ページ2004年か1月22日国民文化祭、広島五日の音楽祭で、プロと共演の幕間の天オーケストラ、本番へ練習に熱、ね、中国新聞長官東、英打死有2000年10月28日ニュース。 交差点地域住民の文化共演福山地区大会に22団体中国新聞長官芸北を三移しゆう2002年2月18日沼熊のサンパルオーケストラ15周年への京都共演記念演奏会来月公募レッスンも中国新聞長官福山を三2 0 0 3年7月23日年々深み長州未了福山 沼熊のサンパルオケ20周年を記念し、演奏会山陽新聞長官ビンゴ1の15半22ページ2008年8月25日。ありがとうございます。